避難階段と区別避難階段、赤い三角マークは、消防隊の侵入口を示す、イン避難階段とは、建物に設けられた、避難用の階段である。火災時のような緊急時に、多数の人が安全に避難できるように満たすべき基準が、それぞれの国の法令などで規定されている場合が多い。一般には、非常階段とも呼ばれ、地上に出られる階に直接接続されており、 避難時に有効に機能することが担保されている階段を指す。日本の建築基準法では特殊建築物などで不特定多数の人が安全に避難できるように設ける必要がある避難施設として避難階段と避難通路が示されている。建築基準法施行令第123条では火災時などに火炎や煙の侵入を防ぎ安全に避難できることを 目的とする階段とされ、屋内避難階段、屋外避難階段、特別避難階段の3種類に区別されている。これら3種類は、階段そのものや区画壁を耐火構造で作ることや、天井などを不燃材料とすること、最高用の窓か予備電源を備えた、照明設備を設けること、出入り口も遮蔽性能のある常時閉鎖式や、自動閉鎖式の防火道を設けること、 排煙機能などが細かく構造規定で定められている日本では建築物の5階以上の木座橋と地下2階以下の木座橋には避難階段を15階以上の木座橋と地下3階以下の木座橋には特別避難階段の設置が義務付けられているまた床面積などの規定に該当する建築物の3階以上の木座橋には直接地上に通じる階段の設置が求められる 直接地上へ出られる木座橋は、避難街と呼ばれ、避難街へ、直接通じる階段は、直通階段と呼ばれる。建築物の防火、避難関係の規定について大津市ホームページ、避難階段からウェブリオジ所住宅用語大辞典、建築産避難規定から、建築産建築基準法施行令、第122、100A23 条避難階段 建築士試験合格ガイド避難階段と特別、避難階段マイホームと建築基準法建築基準法施行令第117条建築基準法での避難階段は出荷対策などの一定の基準を満たした階段に対してのみ用いられる用語であって直通階段はそのような基準を満たすかどうかに関係なく避難時に安全な地上へ直接つながる階段を指している。 中井武雄著、火災と消化の科学、日刊工業新聞社、2011年1月25日、初版一冊発行、ISBN 9兆7845億2 6百6万6054。ありがとうございます。